ニチレイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つよしなに。いやー、もう眠くてね。眠い。あー、おー、いやー、昼間から仕事しててさ、まあ、春日さんは今日これ1本目だと思いますけども、いやしてたわ、わしも。ええ、いや、コンビネーションでやるお仕事だったね。コンビね。うん、朝から、まあ、朝からっていうか、まあ、午後から。はいはいはい、はい、うん、いやー、参ったね。本当は体力がなくなってきて、やっぱりもう40代になって突入して。いや、まあまあ、まだね、うん、まだもうちょい先でしょ、うん、半年。いやー、なんかさ、昔だったらさ、うん、なんか結構こう2本とかさ、うん、現場あっても家帰ってきて10時11時でもさ、はい、なんかちょっと おもろい話探しに行くかっつってさ、うん、そっからいいね、芸人さんだね。もう俺は芸人だからね。でっからの芸人さんだ。俺は芸人ですから、うん、やっぱりね、飛行機の職業のところにも芸人って書きますから、漢字で。海外行くとしてもね、かっけー。芸人だからね、俺は。はあ、素晴らしいね。うん、そうね。うん、あんまりね、その芸人と言えるほど、その、まあ、芸人らしい仕事はしてないんですけれども、ね。まあそうだね。うん、うん、そりゃそうだ。まあまあ、それはいいんですけど、で、昔から面白い、おもろい話、うん、探しに行くかっつって。芸人さんだね。あ、いいね。俺は芸人だからね。さすがだね。行ってて、まあなんか、まあ芸人を誘ってね、やっぱタイガーとかゴンとかね、あの辺の芸人さ、誘って、芸人ってね、大きなこと言っていいかどうか分かんないけど、そうなってくると芸人ってなんだってね、話になってきちゃうけどね。でも街に繰り出してね、やれ飯だ、やれ、飯だっつってね。飯しか食ってるよ。ご飯食いに。はしごじゃないか、飯屋のはしごじゃないか。今も何も思いつかなかったもん。飯と違うやつ出して笑い取りたかったんだけど。残念だね。あの、その芸人っぽくないことを2個出して笑い取りたかったんだけど、飯がね、追突事故起こしてましたけどもね。腹いっぱいになって帰るだけだよ、ね。お前なんかうるせえな、さっきから。なんか池シャーシャーと突っ込んで、お前。いや、別に突っ込んで。お調子乗ってんのかよーい。でね、怖いんだよな。全然怖くねえんだよ、そんな距離でさ。で、飛ばされても今となっちゃさ、もうほんとプリン買って帰るだけ、もう仕事終わったら。あ、もう OL さんだね。疲れちゃって、お前 OL バカにするなよ、お前大変なんだぞ、お前。いや、いや、バカにはしてないけどね。もうなんかぽいね、プリンな、甘いもんかってさ。そう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 、お風呂入ってね、風呂上がりにプリン食べてさ、バラエティー、ね、いや、風呂の前にね、プリン。それ別に前後はいいんだけど芸人だから。いや、芸人、風呂上がりにプリンなんか食べません。太っちゃうから。いや、芸人っぽくないの。気にしちゃって、いろんなこと。で、したら外行く気力っていうのがもう分かって、もう寝ちゃうのよ。はあ、あ、そう、寝ちゃうね。でも体がもうちょっとついていかないというか、家帰ったら寝ちゃって、10時11時とか寝ちゃって、で2時頃一回目覚めて、でグループ LINE のみんなとちょっと会話して、一回起きた時に、でそれでちょっと歯磨いたり、まあ肌のさ、その保湿。いや、 OL じゃない。いや、芸人だからね、保湿して、顔が商売だから。いや、芸人、保湿して乳液塗って。あ、いや、まあ、芸人だからさ。と、まあね、芸人の中のいるけどね、そういう人はね。はいはいはい、まあ、特殊ではあるけどね。そう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 、それでまあ乳液叩いてさ、あの乳液塗る、塗ってね、で結構まあそれネイルなんかして、ね、ラインしながらよ、グループラインしながらネイルして、大体もうね、寝るっていうかさ、あの足が5本指に開くやつはめながらさ、なんかあるね、なんか、やつやってさ、スポンジみたいな、んか、そうそうそう、なんだろうな、シリコンみたいな、なんかやつで、まあバージニアスリム吸ってさ。いや、 OL じゃないかよ。いや、芸人で、芸人、いや、芸人の意味は違うんだよ。OL 芸人かもしんないけどね。芸人 OL というか。芸人じゃ OL さんじゃない、そしたら。芸人 OL というか。いやいやいや、それはちょっと受け付けられないけど。何受け付けるんだよ、じゃあお前よ。いや、芸人。いやいや、そう、かまされてもね。おい、ヒロシのコーナーやるぞ、ヒロシ。早えよ。こいつをやってやりたいよ、今俺は、ヒロシのコーナーで。あの、合法的にさ、お前をやれるコーナーだっつってさ。
あ、そういうコーナーな。そう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 、うん、そんなこんなでさ、あ、そう、ちょっとなんか体力がなくなっちゃってるから、うん、でも武道館やるじゃん、俺ね目標があんのよ武道館の時にね、うん、あの久しぶりになんかなんつんだろうな、もう自分で分かってんのよ、うん、あのその芸人人生のキャリアハイが出ることが武道館で、ああ、ちょうど40歳で、うん、もうそこの芸人としての能力のピークだろうね武道館のライブが、まあまあ一大イベントではありますもんね、うん、だからなんかまあかっけーって言われちゃうかもしんないけども、うん、武道館のライブ終わったらもう死にたいんだよねもうね、はあ、うん、ちょっとねかっけーは出なかったですけど、あ、出なかった、ちょっと出なかったっすね、いやかっこいいだろお前、そのライブ終わったら燃え尽きたいっつって、うん、芸人が言ってるんだぞだってお前、いやいやいやちょっとダサいですかね、うん、かっけーまではね、うん、まあ、そこまで詰めて、あ、ちょっとすいません、まあ、大倉くん高橋くんお疲れ様でした、うん、いやそれでねちょっと遅いね俺ね、うん、6分経っちゃってる、武道館のライブを目標にしてんのよ、でそれぐらいの意気込みで、うん、実際に死にたいっていうのがなんか実際に死ぬわけじゃなくて、うん、それぐらいの意気込みでってことよ、うん、で生きるよ俺は武道館終わったと思ってずっとうん、なるべく長く生きようとするよ、ね、俺は芸人だから、うん、まあ余生だよねもうそっからね、余生かどうかなんかお前に決めすじゃんのかお前、いやだってそこをピークにしたい、おい表出ろーとーやーずーっと来ねえな、こっち来ねえな全然、うん、なんかお前らさこう番組始まって6分経つけど、うん、なんかずっとこうあの構造としてはさ、うん、俺がボケでお前がツッコミの構造になってんじゃん、うん、お前なんかちょっとなんか、うん、突っ込んでることでなんか、うん、俺より上だっていう気分になってんじゃないか今、上も下もないよ、うん、上も下もないけどね、なんかちょっとそのなんか、うん、なんかそういう立場になってない、大丈夫、いや大丈夫大丈夫よ、うんうん、いや別に突っ込むっていう意識でもないけどね、あ、そうなの、変なことやっぱおっしゃってるからさ、うんうん、それはどうなんですかっていうその、まあ、伺いだよね、まあね、うん、俺は逆にお前変だと思うよ、全然変なこと言わないからもう7分も番組始まって経ってるのに全然変なこと言ってない、うん、お前が言ってること全部正しいよ、うん、そんなことでいいのかお前、変なことちょっと言ってみ、ちょっと、うん、変なこと、変なこと言ってみ、ちょっと、変なこと、うん、うん、ちょっと難しいね、難しいだろ、うん、変なこと言う人じゃないからな、そうだね、チャレンジはしろよお前、そうじゃないと次の駒打てねえだろ俺だって投了しちゃってんだからうん、参りましただよねだからね、全然いいんだけど、うん、それはそれでお前らしい、お前のらしさでもあるし、うん、結構そういうとこでちゃんと大喜利しないとこがお前の個性でもあるって最近俺は認めてるよ、うん、だからお前、うん、お前しか許されないし今の開始は、うん、だから俺はお前という芸人を尊重してる、まあ、ありがたい、ね、大好きまあそんなこんなんでさ、ちょっと今日終わったら飲み行かねえか、ちょっと、いやちょっとねえ、うん、ここもう何週間だって誘われてるけど、やっぱその気にはなれないよね、あのね、誰かいればいいけどね、わかるのよ第三者が、はいはいはい、一、うん、人挟めばでしょ、一人挟んだ、その人に当てられるからね、うん、一回その会話、いやわかんない、あのね、うん、でなんかずーっと一週間ちょっと、まあ、傷ついてた、水曜ぐらいまで傷ついてた、なんかお前が俺ん家来てくれなかったり、うん、家上がらせてくれなかったり飲みに行ってくれないっていうことで、水曜ぐらいまでちょっと傷ついてたけど、うん、木曜あたりからちょっと考え方変わったんだよね、うん、一つで、それは無理だとしたらさ、例えば今日とかさ、うん、TMC から日本放送までさ、うんうん、同じ道のりなわけじゃない。まあまあそうだね。うん、でそういう時はさ、うん、俺車なわけじゃない。うんうん、行き先一緒なわけだから、うん、なんかお前その助手席乗ればいいじゃない。いやそれはまあいいなんかね。だって、うん、そしたらあの電車とか事務所の車で来るわけだろ。まあ誰かの力を借りて来たりはするよね、うん。タクシーとかさ。うん、だったらどうだ、俺の車乗ってっても別にその方がいいだろう、だって。うん、まあだ効率というかね。別に俺だってそのガソリン代払えなんて大学生みたいなこと言わねえんだから。うん、ハイブリッドだから。まあまあね、ハイブリッドだからさ、燃費はね、燃費は、うん、それはまあいい、それはいい、俺しかりね、ん、俺しかりハイブリッドだから、若林さんは何と何のハイブリッドなの、うん、
芸人と男子アナウンサーのハイブリッド、うん、アナウンサーってつもりでやってんだみたいな仕事もあるよ最近、その進行だけみたいな。ああ、なるほど、ね、バカにすんなよ、ただお前、俺がその進行だけみたいな V 見て進行だけみたいな特番やってる時もバカにすんなよ、俺だって芸人なんだよお前。バカにはしてないよお前、バカにしてんだろお前。バカにはしちゃないよ別に。おーい、なあお前なんだよよよよよよだけなんだーだよこっちもそう、山同士の会話してんじゃねえんだからさ、隣の隣にあった山同士で会話してんじゃねえんだよ呼ばれて答えるってなんだよいや、うん、それで、なんだっけ君名前は。カスが言います。なんだ言いますってお前ずっと言ってんなお前、高校生の時から名前聞いたらお前気持ち悪いお前だっ時助手席の乗ればいいじゃない。いやそれはさ、まあまあありがたいっちゃありがたいよ、それは若林さんが今言ってることはまあ正しいと思うよね、そこになんかいやおかしいだろっていう効率的だしね、効率的にその物理的に言ったらそうなんだけど、それだとしたらまあまあまあ、まあ、私がまあ運転するんだったらまだありかもしれないね。やっぱり助手席だとやっぱりね、やっぱ受け身というかさ、それだったらまだまだいいけどね、直接ね運転そうしてもらえるんだってやっぱりそうじゃないとね、そどこ連れていくかちょっとわからないっていうのもあるしね。あ、俺がハンドルにいる、そうだ、そう、日本放送入るって決まってんだから、俺はでも助手席は嫌だな、怖いな。怖い、いや別に安全運転で行きますよ、それは。私だって免許持ってんだしさ。いやー、だってその、ハンドブレーキだっつって前田健みたいに股間握ってきそうだよ、お前。前田健にずーっと、ハンドブレーキだとか言って、なんか、あの、赤信号のたんびにその握られてたことあった、いや、そんなことはしないよ。それでね、今の位置にいられるから、まあ、それはそれでいいんだけど。何がたんだよ。健ネと寝たからって別に今の位置保証されないだろ。前田健と寝たからね、今この位置にいるわけであって。健ネはそんな力持ってない。本当に感謝、本当感謝です。いや、天に感謝するんじゃないよ。いや、でもね、なんだっけ、名前は。春日言います。なんだそれ、お前。誰が笑うんだよ、そんなお前、ラジオで。春日言いますって言って、お前。それで、ね、だから、どう一緒に移動で、俺、だから、お前がハンドルいいのはちょっと嫌だな。そのハンドルがベタベタになっても嫌だし、その油で。じゃあ、私も嫌だよ。助手席に乗ったらそうね、どこ、ちょっと時間あるから、つってね、寄ってこうなんつってさ、ハンドル切られても困るしね、こっちは。いやいや、別に、そんな、何時間も寄ろうって思ってないよ。いや、ちょっと休んでいこうみたいなさ、それこそ今の話もね、振りで頭からの。2、3時間でいいんだよ。2時間でいい、2時間で。いやいや、90分でもいいから。いやいや、だね。じゃあ別に何をするってわけじゃ、話がしたいの、武道館への。だったら日本放送来て、その会議室で話して、みんなで話せよ、付け焼き場と。いや、そいるところおじさんばっかりだから。いや、いつもさ、別にいいだろう、わしら、我々だとおじさんなんだしさ、おじさん同士で話せばいい。そんなん、やだもん、そんな、どこ連れて行くかわからないんだ。乗った時点で、家と同じだからね、車っちゅうのは。まあね。乗ったってことはもう OK のさ。カーテンがあるから。いや、雰囲気がない。後部座席との間に。雰囲気がないじゃない、それは。それも行為だけしか考えてないじゃん。全然こっちのこと考えて、雰囲気。話をしたいのよ。雰囲気に抱かれるみたいなとこあるからね、こっちは。まあそうか、そう違うからやっぱり。俺はきついよ、だってその TMC から有楽町まで岡田と二人きりでさ、岡田のわけわかんないアイドル論みたいの聞かされてさどういう子が人気が出るとか、最初から人気出る子は最初から光ってるとか、なんかこすり倒したベタなこと、そんな40近くになって売れる子は最初から光ってるなんて説聞きたくないわと思って、しょうもない岡田のバカ野郎あいつで、あいつティッシュ買わねえんだって、ハンカチとティッシュ、油がつくからな、油がつくだろハンドルに、してそれはそのラジオ聞いてんだあいつ、このラジオ岡田、ラジオ聞いてるからさ、なんか袖をね、こうスーツの袖を伸ばしてね、こうハンドルをこうわーって拭いてくんだよ、最後に、
ただ俺別にあいつのスーツの袖が綺麗だと思ってないからさ。まあそうだね。その袋から出てくるティッシュは綺麗だけどさ、あいつの袖はさ、汚えものを汚えもので拭いてもね、汚えが伸びるだけだもんね。うん、それあんなさ、歌舞伎町で殴られたやつのさ、袖でさ。ねえ、殴られて逃げて、あたすかったでしょ危なかった。危なかったか。ああ、危なかった。でも、ワイシャツビリビリの男は、ああ、危なかった。帰ろうじゃねえんだよ。よし帰ろうじゃねえんだよ。ずっと聞かされんだ、アイドルの40分有楽町まで。あいつのきついね。きついでしょ。うん、ね、ほらあの欅坂ひらがな欅のね、うん、はいはい、番組が始まったから、うん、名前をほら呼び捨てで呼ぶのもね、名前聞かなって、うん、でさん付けで呼ぶかでちゃん付けだと、あ、岡田に言われて、やっぱちゃん付けはないっつったら、うん、ちゃん付けは慣れ慣れしいなって僕がファンだったら思いますねって言われて、うん、岡田はファン代表としてさ、うん、俺のいる領域に土足で踏み込んできたわけよ。あ、そう。そう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 。で、まああいつってさ、結構なんか先を読む力があるからさ、もうなんつうの、だからああやって今だってこうなんつうの、もう次期社長って言われてるわけじゃない。いやいや、終わるぞ。だから会社を畳みてえのか。手よく畳みたいのか、うちの事務所は。いや、この間さ、ほら、モニタリングのスタッフさんがこのラジオ聞いてくれてるみたいで、はいはい、ああ、そうなの。なんか、うん、今日岡田さんは来ないですかつって言っても、もう岡田のファンになっちゃって。そうね、岡田さんが一目見たいっていう話になっちゃって、うんうん、今日はできる方の歌詞ですなんつって、歌詞も僕ですいませんなんつってさ、はいはいはい、言わせちゃってるわけよ。ね、岡田怒られてた、この間、雲南さんのマネージャーに、いい加減スーツ買った方がいいんじゃないっつって。いや、雲南さんのマネージャーさんに言われるのよね。お前、コート着ろよ、とか。よく見かけるよ、ヒルナンデスの時。とか言って。で冬まだ言われてんの、冬なのにコート着ないからな、うん、あいつ、うん、そうだね、着ないし、スーツもいつも何着持ってんだろう、 2,3 着しか持ってないんじゃないか、あの男は。スーツ、うん、あれ出してんのかな、あのクリーニングとか。クリーニング出してないでしょ。うちの事務所 の、 あの社員はクリーニング出してんのかな、みんな。出してないでしょ。出してない、そういう文化がないでしょ、おそらく。クリーニングに出すという、うん、2,3 着をなんか着回してるんじゃない、着回してる感じか。うん、いや、そう、もう岡田と2人だもん。それでなんかくんづけしてるじゃん、春日でくんづけするんじゃん、なんかその、うん、代々さ、まあね、その家系的にずっとその議員さんだったからさ、家がだから、だそのくんづけで読むじゃない、なんとかなんとかくんじゃないんだよ、別にその呼ばないで。なんかやっぱいいセンスしてるよな、なんかアイドルとかと仕事して、うん、改めて思うよ、うん、なんかくんづけするっていうのは、なんかお前のセンスあるわ、やっぱりなんか、なんかセンスだわ、うん、くんづけなんだよな、多分な。くんづけはもうどこにもなんか、その異性として見てないよみたいなこともなんか案に表明できるしな、見てんだけどね、うん、お前は。いや、見てないよそんな。いや、お前十いくらいくつのさ、うん、ね、これさすがにさ、うんうん、いや、いい加減やめてくれよ、そのなんかその、うん、お前のその熟女好きみたいなやつだけは、それだけやめて、本当に。熟女好きまでは言わないけどね、うん、幅広いってことね。10だってね、10代後半の娘をね、うん、何とかしてやろうなんて思わないじゃない、普通に。それは思わないけど、うん、じゃあどういう目で見てんのよ、じゃあ。いやいや、それは可愛らしいなとは思うけどね。だけどそれ何とかしてやろうってさ。わかるわかるわかる。だから岡田見てるのはそうだよ。岡田はそうは思ってないと思うけど、あいつ一般社会人だから。だから、そのなんか、うん、あの、親戚の妹みたいな感じでしょ、うん、要するに。まあまあ、そうだね。親戚の妹、うん、親戚の妹、親戚の子とか。親戚の子みたいな感じでしょ。まあ、だから若い子が頑張ってるな、うん、頑張ってるなってことだよな。そうね。そういう、なんか部活を見てるような、うん、はい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 。うん、高校生とかの。でもあれ、本当バラエティってさ、うん、なんかみんなこう、なんか、いろいろこう、こうしたらこうっていうのが、なんつうの、そういうのって、なんかこう、方程式化されてるじゃない、なんかこう、気づかないうちに。はいはい。だから、振りが来たら、返す、なんてことが、こう、方程式になっちゃってるけどさ、あれ、ピュアなこと接するとさ、それ自体本当はおかしいんだなとか学ぶね、いろいろね。ああ、当たり前だと思ってやってるようなことがね。そうそう。で、春日がね、女の子がも、の持ち物にね、今日勝手にね、自分のサインしたんですよ。
そうそうそう、だからまあよくよくあるというかね、はい、まあ王道のね、王道のだから中継というか、そうそうそう、で勝手にサインしたんですよ、入ってみたいなあるじゃない、女の子の持ち物に、うん、そしたらそのサイン書かれた女の子がね、うん、やったーって言ったのよでさ、そういうのをさ、なんかピュアだなって思うのは、うん、本当にちょっとやったーって思ってんだろう、なんかそのやったーって言った方が、うん、可愛く映るってそういうやつだらけじゃない、芸能界ってそういうやつじゃないとまたげないじゃない、テレビ局って、まあ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 、うん、そうだね、やっぱりでもそうじゃないじゃん本当に、うん、なんかこうあのそのひらがなけやきっていうね、うん、あのチームなんだけど、うん、2年なんですって始まって、で結成、ね、2期、1期生がそうそう、で2期生がまだ10ヶ月とかなんでしょ確か、1年経ってない、1年経ってってないとか岡田が言ってたような気するけどね、へほいで言っててさ、うん、やったーっていうリアクションが入ってきて、うん、ああそうか、これはだから、うん、でもちょっと待ってください、何やめてください、やだ、うん、誰々のサインの方がいいとか言って美味しいとかじゃなくてね、春日、うん、さん喜んでますよってなるわけだからしたらこっちも照れ笑いでもはやそっちの方が面白いじゃない、あのピュアだからさ、そうだね、やっぱ想定したところに行かなかったですよね、だからそれはなんか新鮮で、ね、でもよくよく考えたらサインされたらちょっと何するんすかってことが、うん、よく考えたらそこをちょっとこう考えていこうとか思うね、うん、こっちもそれが本当に正しいのかというふうにね、自然なのかと、そうそう思う思う、うん、でもやっぱ岡田はほらアイドルチェックしてて、アイドル番組もあいつテレビ好きだから、テレビとネットのね、うん、あの掲示板が好きだからあのツイッターのサーチも好きだから、だって大体さ、なんかなんかの番組ってどうだったのかな、うん、反響とか言うとね、うん、大体ネットであのあのサーチしてるから、その番組名で、はいはいはい、大体情報を教えてくれる、だから自分でエゴサーチしなくて も、 もう岡田が全部こう言われてましたって、あいつはいい悪い意見も悪い意見もフェアに俺に言ってくるからね、うん、俺なんか傷ついちゃって大変よまあいいのか悪いのかね、あ、そうそう、あいつなんかね、うん、ぶっきらぼうに言ってくるから、うーん、だってそれはだって最近好きな芸人誰ですかって聞いたら、ナダルって答えるんだから、やっぱりあいつ誰が、あ、岡田は何にも聞く、そのな、そう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 、うん、そういうことがあるからね。なるほどね。で、岡田やっぱあいつね、うん、先が読める男だからね、うん、あいつに多分新しいその、なんだろう、事業とかネットとか、うん、なんかもしうちの会社、うん、もしプランがあるんだって、全部あいつに一任させた方がいいと思うんだけど、俺。いや、やっぱ岡田にね。いやいやいや、終わるよ。全員困るよ、多分。岡田がね、うん、あの子はね、あの子は多分伸びますよとかね、うん、あの子は返しがいいですよってやっぱね、うん、あの多分いいと思いますみたいな、うん、入れてくるわけよやっぱり、あ、ね、岡田のね言う通りとは限らなかったね、やっぱり収録してみたじゃあ全然見る目ないじゃないかよ何なんだよ何の役に立つんだあいつはそう、いろいろ調べて、まあ、アンテナ張ってんだね。今日もなんか、その、言ってましたよ、つい、あ、そうそう、それダメか、それ話しちゃう。うん、いや、何ね、まあまあまあ、あ、そうそう、うん、で、スペシャルウィーク、来週ですから、はいはい。ノブさんが、千鳥のノブさんが、ゲストで来てくれて、楽しみですね。ノブさんにも会ったんですけども、うん、俺だけっていうことで、結構びっくりされてましたけど、ツッチーがね、うん、来れないから、ああ、そうか。あれですけど、はい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 。そうか、ツッチーとノブさんと飲んだのが2017年6月ってことは1ヶ月弱なんだな、もうあれから1ヶ月弱うーん、で1ヶ月で1年ぐらい、あ、間違えた間違えた、10ヶ月、うん、間違えた、普通に1ヶ月弱、うん、ちょ眠いからさ、うん、時間上げてほしいのよ、実は上げてほしい、上げてほしい、俺ないと思う、1位じゃなくてってこと、うん、何時ぐらいがいいの、だからまあ正直よ、うん、わがまま言わせてもらえ、まあ、叶うならね、わがままが叶うなら、土曜日は土曜日でいいわけ、土曜は土曜土曜、オードリーといえば土曜っていう、もう印象ついてるのラジオ好きにはまあそう、まあまあ長いことやってるしね、何笑ってんだよ奥田お前だ土曜だとして、はい、何時ぐらいがいいのよ俺ね、うん、いい本当のこと言って、まあ、無理だけどね、なかなか難しいだろうけど、もちろんね、正直言うと4時半から始めたいのよ夕方の夕方の、いや早い、何時間、2時間2時間で、
4時半から2時半で今誰がやらせてやって、だからオールナイトニッポンつってさ、いや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 、やらせてほしいのよ。渡辺美樹さんやってるの5年後の夢をこうやってダメだよ、あそこは無理だよ。コンセプトは一緒だから。いや一緒じゃないよ、うん、コンセプトは一緒よ。5年後の夢を語ろうっていう気持ちでお前とオープニングトークしてるよ俺は。いやいやいや、あそうなの、青森大変だっつって。うん、いや5年後っていうのはもう2ヶ月後だけどね。何たちゃんとしたツッコミしてんだよ、うん、いやあそこはやっぱり渡辺ね美樹さんの、うん、もうイメージのついてる時間だから、うん、やっぱりそれ変えんのは難しいよ。ミキティかあそこは、うん、まあ、ミキティとは呼ばれてないだろう。ミキティー何言ったんだ今ね。でもね、他の曜日のゲストもすごいですよ。あ、そう、うん、スペシャルウィークの一番の注目は水曜日。水曜、うん、AKB48 よ。ほう、誰よゲスト。指原さん、うん、柏木さん、うん、横山さん、うん、秋元さんですよ。秋元さん、先生、秋元先生から来るの、うん、これはすごいね。水曜日、水曜日っていうのは AKB とか、はい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 。へえ、なんか春日さんがなんか、うん、あ、ラジオドラマに出るの、ね、明るい夜に出かけて、あ、俺これ出たかったんだよな、春日出んだ。あ、知ってたの。いや、出たか、本人役で出たかったのよ。本人役なんで、これ明るい夜に出かけての小説の方にも俺は出てるからさ、うん、この本人の名前で。そうなの、どうなの、出てないです、うん、だみんな首ひねってるんですよ。春日何役で出てんの。それはまあ聞いてもらってもお楽しみだよね。別にそんなもったいぶることじゃないんじゃないの、うん、何役で出てんの。言ってもいいの、大丈夫なの。だってほら結構やっぱそこをさ、何役で出るんだろうに、うん、引きにしてんじゃないの。別にじゃねえよ。してないよそんなの。ま、別にって、うん、まあまあそんなにたくさん出てないけどね。うん、うん、ちょっとだからあれはなんだ、須田くんの須田くんのバイト先の店長、うんっていうね、重要な役で出てますよ。なんすよ、うん、もう収録もね、でもお前もほんと出征したよな、ほんとな。これもだってあれだよ、だ私がさ一人でやったゴールド、うん、から来てんでしょ絶対。あそこで見て、あ、その中でラジオドラマね、若林さん聞いてもらったと思いますけど、ヒロシが考えたラジオドラマやってんだから、うん、うん、それで来てんでしょこれ絶対。いやいやいや、うん、そうです、勝ち取ったやつですよ。おめでとうございます、うん、で先週発表した6月9日のリンクステーション、うん、ホール青森、うん、最速先行予約です、うん、明日のね4月15日日曜日いっぱいまでの受付中で、うん、公式ツイッターではねちょっとタイムパラドックスが起きてるみたいですね、うん、どういうことですか、うん、そういうことですね。でそういうことじゃない、どういうことなの。うん、公式ツイッター、うん、ああそうか、うん、明日までなんで今週もお知らせをねちょっと一生懸命やってくれって言われてるから、うん、どうなんだろう売れ行きの方はね。まあ、明日までですから最速先行予約、皆さんよろしくお願いします。リトルトゥースの皆さん、青森で会いましょうや。まあそうね、春日さんもそうだよ、うん、特に東北のリトルトゥースにさ、うん、北海道の人もそうだけど、うん、ちょっと一言お願いしますよ。いやいや、さ青森以外でもね、うん、来てもらいたいからさ、うんうん、ちょっと頼むよ。そしたら明日まで、でもその後も帰るんでしょ。いやそんな悠長なこと言ってらんないのよ。この数でいろんな評価が変わってくんだよ、先行予約で。そうだよ。そうなの。そう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 。じゃあここはまあ数あった方がいいわけだ。いやそうなんだ。日にちはまだあるにしても。そうそうそう。で漫才をさ一本やれなんつってさ、うん、まあやれっつってやる予定ではあったんだよ。うん、でなんかオープニングでも一本やる、いや、やりましょうみたいな。言ったのは若林さんですからねみたいなさ。うん、まあはっきり言ってパワハラよ。ね、どういうことね。奥田と制度さんのパワーハラスメント。え、俺はもうやる気になったら二人には勝てるんだけど俺は。ああ、うん、なんか、まあ、そうだね、うん、まあ、パワハラを呼んでるみたいな部分もあんのかな。呼んでる、俺自体がね。ああ、じゃあその改善しないとね、うん、で2本やってくれみたいなことなのみたいなこと言われててさ。ああ、うん、パワハラだな。パワハラや、完全にパワーハラスメント。うん、ねえ、うん、訴えた方がいいんじゃないか。訴えた方がいいよな、うん、うん、
勝てる多分。まあそうだね。でグッズの話をねしててグッズ会議してたんですよ、うんうん、グッズもでももうそろそろ作んないとなんじゃないですか。でも D ちゃんがいいアイデア出してたね。なんかもんじゃのまさのもんじゃセットだってどうですかってみんなもおーっつって。いや、おーじゃない、ヘラとさ皿とあのハッピーだってって言ってた。ハッピー、うん、ああそれもんじゃのまさになれるセットよ。そのだからパーティーグッズみたいな、はいはいはい、ハロウィンでね、みんな来たらいいんじゃないですか、うん、みたいなことよ。なるほどね。あ、じゃあその味とかもプロデュースするってことだ。そうです、そうです、ね、そうです、そうです、そうです。俺はなんかちょっとフィギュア出したいんだけどね、オードリーのフィギュア。フィギュア、うん、フィギュアないらない。どういうフィギュアよ。まあなんかちょっとラジオやってるみたいな。いや、なんか性行為もできるようなさ、感じの。いや、やめてくれよ、それは。やめてくれよ。やめてくれよ。そうだよ、そうじゃなくてもそういう風に使えるじゃないか、そのフィギュアは。そういう風にやっぱり見られたけど私はね。そういうんじゃないから私は。ああ、そうか、そうか、うん、それだったらまあいいんだけどさ。やめていただきたいよ。ただ青森ね、どうなってるんですか、数字が。どれぐらい売れてんのかですよ。一つの目安になるってことですな、じゃあその先行予約の数で、はいはいはい、そうです。あ、じゃあもうぜひともね、うん、ちょっと買っていただきたいですね。あれ、それでほら、あれ、これ何、今やるんじゃなくて後ででいいの、これ後ででいいのか、うん、そうかそう。いや、だからグッズとかも春日さんアイデアあったらちょうだいよ。こういうのがいいんじゃないかっていうアイドル、アイデアアイドル。でもやっぱり T シャツだとかさ、うん、やっぱそういうのは欲しいじゃない。それはもうさっき話したから、お前がいないところで。あとも関連の、何この番組なんか言ってた関連のグッズとか、うん、関連のグッズ、なんどんな話したかな。今流行ってるもんとかをねグッズにするっていうのはあるよね。今流行ってるもん何なんだろう、ね、いや名言とかさ、うん、なんか書いてあるさ、なんかこう、うん、なんかないの、なんか前はそうだったじゃん、うん、タオルが5周年の時は名言が書いてあるタオル。あ、そうでしたっけ。そうそうそう、あ、なんか、まあ、なんかこの番組でお前もだからあるぞ、うん、なんか名言最近結構連発してんだよお前、名言を。なんかセックスって言ってただろ、うん、この間。なんかいや、あれ名言じゃない、あれ出せる、石井ちゃん今出せないんだ 今、ね、今出せない、すぐ出せない、すぐそのなんかボタン押したらそれが出るみたいにしといてよ、もう。なんか言っ、なんつったんだよ、なんだっけ、一回戻ってまた帰ってくる時に言ってたんだよね、完全にね。そう、ちょっとヒロシメールで聞いてみたよ、リトルトゥース覚えてる人に。なんか言ってたんだよ、何かをセックスと間違えたんだよね。俺びっくりして、とんがってんな相変わらずと思って。やっぱ別に25の頃のお前から変わってないよ。いや、25の頃も言ってないよ、本当にね。もう本当にロック、うん、お前は。まあまあ言ったね、もうそういう名言だとか、うん、うん、まあまあそうやって、ね、ゲーム作りたいね。 PS4 買ったことだし、そのオードリーの「オールナイトニッポン」のゲーム。ゲームはこれもう間に合わないよ、青森までに。開発するってことでしょ。そう、できない。なんか今なんかこう、うん、まあ、スーパーマリオだって作れたりしてるじゃん、うん、なんか自分でゲーム、ああ、ステージを作れるよね。そうそうそう、あるので。ゲーム作りたいよ、プレステ4で。どういうゲームよ、いろんなゲームしてる。ロールプレイングなのか、うん、アクションなのか、シューティングなのか、格闘なのか。だからなんか上田文人先生の作品のような感じでね、うん、ここのブースまでたどり着いたら、うん、なんかこう、そう、ブースまでたどり着けたら、こう、塔として日本放送が、うん。で、ブースまでたどり着けたら、うん、その、オールナイト日本のタイトルコールができるっていうさ、ところでさ、うん、最後にって、ここまでたどり着けるかっていうさ、ゲームよ。で最初さ、あそこのさ、玄関から入ってきてさ、入り口からさ、うん、まず警備員ぶっ飛ばしてさ、うん、全員警備員をぶっ飛ばして、ぶっ潰して中入ってこなきゃいけないわけよ。したらさ、あの仮眠室からさ、クリマンが出てきてさ、クリマンにもうよじ登ってさ、脳天ぶっ刺してさ、それでまた次はエレベーター乗んなきゃいけないのよ。ね、エレベーターチーンって開いたら東島が降りてきてさ、うん、そこでも格闘よ。チュンリーみたいな感じで来るよ、東島が。チャイナ服着て、そうそうそう、そしたらさ、一回いきなりここの4階には来れないから、
まあまあ、ね、やっぱ一回球界に上げられちゃうわけ。そっからこう上柳さんとか倒したりさ、あ出てくるね、高島秀武さんとか倒してさ、うんうん、でもあそこ辺の あれあの予備なんか強いぞ多分。あ強いね、うん、進出鬼没だから、うんうん、であとあのほらやっぱあそこよ、ミュージック10のメンバーあーあのメンバーは強いよ、4人で来るからね、あ固まって、うん、でそれで最後ここまでたどり着いて、そのラスボスが聖堂さん、うわ、うん、体当たりで倒せるんだけど、ね、実際もそうだしねすごいリアルだね、そういうさゲームを、あーいいじゃない、1時までにたどり着かないと、うん、そうそうそう、だから若葉と巨像っていうかさ、うん、そういうタイトルの、こっち私は巨像ってことそうです、お前すっごいでかいからそのゲームではもう70メートルぐらい、敵みたいになってんじゃない、70メートルぐらいお前巨像の方だとでけえな、もう日本勢でかいじゃん、それがさ、うん、なんかもうハマっちゃってさ、俺上田文人先生の作品で、もうあんまりクリエイターの人指名でねゲームするって珍しいけど、でもまたそのあの、うん、人食いの大鷲トリコやってクリアしちゃったもん、うん、毎日やってたら、はあいいじゃない、いやすごいあのネタバレになっちゃうからさあんま言わないけどさ、うん、もうすごいでっかいさトリコって大鷲がいるのよ、うん、大鷲が、うん、でそれと少年でさ旅するんだけど、うん、そのイメージそのまま使いたい、お前がすっごいでっかいで俺がなんかトリコってこと、お前がトリコってこと でお前がピンクのベスト着てさ、なんかこうさ、うん、最初ううとかしか言わないんだけど、俺がなんかトリコって呼ぶとさ、お前がどうしゃどうしんって俺近づいてきて、で俺はお前に乗ってさ、この日本放送のなんかをいっぱいこうクリアしていくっていうゲームよ、どうよ、まあまあまあできればね、あ楽しいけど間に合うかね、6月にはだから結構いろんな何かその、うん、取るポイントによってこう何か金の、うん、金のインカムがつけれたりとかさ、あ見た目が豪華になってる見た目が豪華になってるとかさ、どう、いやどう開発できるかな青森までに、青森までには無理じゃない2ヶ月もないし、武道館もまあ1年あるから、武道館もやったら間に合うかもしれないけどね、やってもらえるならね、そうか、そういうなんか自分でなんか プロデュースすればいいじゃん、うん、なんかこうほら、うん、うん、運動あ筋トレしてるんだからさ、うん、なんかそういうグッズ作って、グッズ、うん、まあ、グッズっていうかもしくは栄養ドリンクとかでもいいと思うよ、うん、なんかそういうこうすなんかお酢とかなんかでこれで痩せましたみたいにインスタに載せてさ、うん、これで使ってたら急に痩せたんですみたいにやってさ、どうあれすごいもらえるらしいな金な、いやそうなの、だからやってんのかみんなうん、すごいらしいぞあれ聞いたら、あそう、うん、あまあ本当にいいものがね、うん、あればねそれやっていきたいけどさ、あまあ確かにそういうトレーニング用品とかね、トレーニング用意、うん、なんかこうさコロコロやるやつやな、腹筋のさ、はいはいはい、こう車輪みたいなやつ、それは俺はやめてほしい、えすぐやめてほしい、そういうグッズ売るわけ、それとかダンベルとかね、あいやダンベルなんて大変だよ、ピンク色 その輸送費かかるもんだって、いやそしてなんか例えばピンク色のダンベルって何キロのダンベル売ろうとしてんのよ、いやそれはもう色選べ、2から5から10からといろんな種類をさ、うんあいやちょっと待ってよ、なんか60キロとか言ってくんないとさ、なんかこっちだって難しいよラジオでさ、芸人のラジオでさ、うん、まあ いろいろ選べてね、1キロから5キロからとか言われたらそうだなってなっちゃうもん、うん、リアルに考えてるからやっぱね、うん、こう重さを変えられるやつねはいはいはい、いっぱいつけてね、いっぱいつけてね、それで全部つけたら何キロぐらいになるやつなんだよそれは、まあ、うん、でも15キロぐらい、いや難しいよやっぱね限界があるから、もう60キロとか行ってくんねえと思うわ、どうやって持ってくんねえよって言えないもん、うん、まあでもそれ嘘になっちゃうからなまあ嘘嫌いだもんなお前は、うん、嘘はね、うん、嘘つきなのにな、うん、そんなことねそんなどんなやつなんだよ嘘嫌いで嘘つきってどんなやつ、いや、うん、とにかくね青森のライブ、うん、皆さんぜひ来てくださいよ、なんか一緒に素敵な時間を過ごしましょうよ、うん、それではいきましょう、ね、うん、日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ、日本いいリモデルサミー、日本触媒
大東建託、呉工業、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。オードリーのオールナイトニッポン10周年全国ツアー武道館への第一関門、青森への道。全国ツアーのファイナルは来年3月2日の武道館、その第一関門がなぜか青森のリンクステーションホール青森でございます、うん、まあ青森市でね、まあ札幌仙台希望だったんですけども、劇場が取れず青森市でやることになりました、うん、でも私は青森でやれることを今となっては光栄なことだなと思っております、うん、それでは当日お会いしましょう。あ、咳すんなよ、俺がその歌ってんのに。歌ってる、俺が歌ってんのに。あ、今歌だったの。だからもうそう、歌の領域に行ってたよもう今の。行ってた。あ、そう、うん、もう申し訳ないね。で、6月9日の土曜日ですよ、ロックの日、うん、16時半開場、17時開演。あ、これ16時開場にしたってしてって言ったよ、石井ちゃん。グッズ買う時間があるから、うん、これ直してよ。その何、情報の伝達うまくいってんの、その日本放送内で。あんまうまくいってないじゃないんだよ、もうこれ。なあ、リトルトゥースのみんな来てくれる、1時間ぐらい余裕あった方がいいよな。30分じゃ行列できて、そしたら始まっちゃってさ、オードリーのあんなに面白いつかみを聞き逃すかもわからないからね、漫才の。まあ確かにそうだね、うん、爆笑のつかみをさ、暴動が用意しとくぜ、こっちだって爆笑のつかみを、うん、でゲストがザ・ギース、うん、ルシファー吉岡出ましたというね、スーパースター3人になりますけども、うん、でパーソナリティはもちろんオードリーです。ザ・ギースとルシファー吉岡がなんとネタを特別にやってくれるということで、よくやってるでしょ。でオードリーもまあ漫才師なんでね、もともとその漫才でそのテレビに出れるようになりましたから、うん、うん、俺たちはね、カザさん、うん、漫才をやることでお客さんにね、やっぱり恩返ししていこうっていうのをなんかこの間話したもんな、二人で楽屋で。で当日ね、いやちょっと記憶にはないですけどね。物語作ってけば、周りから、うん、周りから物語作ってて好きなんだよ、そういうのがみんな。なまあまあ、じゃあ話したんでしょうね。絆とか、うん、歩みとかが好きなんだよ、お前。わかるだろ。記憶は定かじゃないけど話したんでしょうね。話したことにしとけよ、お前。おそらくね、記憶には残ってないですけど、ね。ビジネスの話してんだよ、こっちは。うん、話したんでしょう。で、当日会場入りまでに作った青森トークをそれぞれ披露して、うん、皆さんのご機嫌をお伺いしたいなと思っております。まあそうだね。でも皆さんのご機嫌をお伺いしますは、まあ今言いましたけども、うん、まあ、こっちはこっちで、その、皆さんの胸の真ん中をわしづかみにしてやるっていう気持ちで話します。うん、今のいらなかったですね。いらないね。こんなことですね、わざわざ言うことでもね。うん、で、皆さんお待ちかね、生ひろしのコーナーをやります、うん。なんかそのリンクステーションホール青森が、なんか局部の露出がダメみたいで。当たり前だよ。結局大体ダメだよ。いつものラジオでやるようなひろしのコーナーはできないので、生ひろしのコーナーといえども、なんかゴムはしてるみたいな感じになります。生じゃないんだね。はい。うん。いいですね。
まあまあそれはもうそれはそうでしょ、やっぱ人前でね、いやブースじゃないんだから、ね、でチケットは全席して4800円と非常にお買い求めやすい金額になっております、うん、皆さんぜひよろしくお願いします、うん、でリトルトゥースからいただいた情報で当日会場入りまでに若林チームと春日チームがマッチブラすると、うん、でそこで手に入れたネタで会場で青森トークすると、うん、で青森のここに行くとネタができますよっていう情報があの結構ねみんなちゃんと送ってくれる。それ知りたい、やっぱ青森ねあんまり知らないからね、うん、はい、うん、情報もらいたいね。ラジオネームサラマンダー小林さんです、うん、プリプリ、僕は青森県の妖精モリタンだっぴ。青森県は美味しい食べ物が多いし自然もたくさんあって素晴らしいとこだっぴ、うん、何事だ。若林さん春日さん、青森に来たらぜひ僕に会いに来てほしいピ。どうしたんだよ。青森駅でモリタンモリタンモリモリターンと叫んだら僕が空から現れるピ、うん、お待ちしてるピ。僕は当日ライブには行かないピ、うん、来ねえのかサラマンダー小林ということでね。いや結局何だったの、それね、キャラクターがいるっちゅうこと。いるのかな実際モリタンモリタンっていう。どうヒロシ、実際はいない、実際はいないです。いない。なんだそのメール。なんだそのメール。サラダマンダー小林らしいね。うん、埼玉県の男です。埼玉のやつだよ。関係ないぞ絶対。ふざけんな。関係ないで、俺たちは真剣にね。うん。もうすぐ、モリタン、モリタン、モリモリターンって叫ぶところだってよ、俺は。青森駅で。危ない、これだよ。素直にやっちゃうから、こういうの、うん。埼玉県じゃないのよ。サラマンダー小林。青森の人からの情報がいい。じゃあ、春日さん、サラマンダー小林に言ってやってよ、同じ埼玉県民として。うん、おい、サラマンダー小林。やめてくれよ。シンプルにもうしっかりと言ってやったわけね。ああ言ってやったよ、うん、ラジオネーム、ラジオネーム、うん、チルユイ、うん、猿ヶ公園の鯉に餌をやるとえぐいですという情報が入っています。どういうことよこれ。だから多分トークにすると全部言っちゃうとそれを話すから気使ってくれ。だから上げてみたら面白いこと、おもろいことが起きるよってことです、ね、何かが普通じゃないぞってことね。そうそう、普通の餌あげじゃないぞっていうこと。これはじゃあ取り合いですよ。うん、先着順いる。これあ大丈夫です。僕も大丈夫です。はでもね、うん、これは素晴らしいですよ、うん、ラジオネーム中年反抗期から送られてきました、うん、初めてメッセ送らせてもらいます、うん、青森在住のリトルトゥースとしては何があってもライブに行きます、うん、ありがたい、ね、我が家からリンクステーションまで車で片道1時間です。わ結構近い近い。いやういうめちゃくちゃ楽しみにしてます、うん、あそうだ、前乗りして我が家に農業体験に来ませんか。農業、長芋、ニンニク、大根、ごぼう、キャベツ、米を出荷してます、うん、へ、我が町に梅沢富美男さんと東野さんも農業体験に来ていました。へ、あこれはもう農業体験してきたんですよ。で、その人も来てるんですよ。つったら完璧に、完璧にトークできるよ。春日さん。はい。これ先着順です。うん、持ってきますか？大丈夫です。いや、触れ合えよ。いや、まあ、多分の農業体験はそれはさ、うん、まあ確かに興味深いけどさ、うん、そこでなんかトークができる。うんうん、興味深いけどね、うんうん、何かハプニング的なことが起きるかっつったらなかなかさ、あそう普通に、うん、いいやつ。途中で降ろしてあげるけどね、車で行くから。ん？車で行くのよ。車で行くだ、どういうこと。いやみんなで車で行く。え東京から？うん、だツアーだぜ。いやそなんかさ、インディーズバンドじゃないんだからさ。いやワゴン借りて、うん、いやもうインディーズバンドじゃない。ワゴン借りてマジックで車体にいろんなメッセージか、うん、書いてもらって、うん、ライブ機でそれで回るんだから、うん、ああ武道館まで。そうでそれ全国で回って最終的に武道館、うん、それで入っていくわけ。このチームで付け焼き場で。ちょっとダサすぎる人全員おじさんなのに。うん、いやそれ20代とか全員ね、うん、だったらなんかちょっとさ、うん、応援したくなるけど、おじさんが乗ったワゴン、え青春しちゃいけないのそれ。ちょっときついね。青春したいけどね。うーん、じゃあ電飛行機で行くの。じゃあまあ然るべきそう公共交通機関で行きたいけどね。何が公共交通機関だ。別にいいだろう。うん、大変よ車は。あこれはいいかもしれないですね。ラジオネームはなしかな、これは、うん、あった、
若林さん春日さんこんばんは、秋田に住んでるあーちゃんです、うん、青森への道2ヶ月切りましたね、うん、東北はだんだん桜が咲いてきて春がやってきてます。なるへそ。今回ですね、うん、お子さんがいるらしいんだよねこの方、うん、でもその間に、ね、主人の両親も一緒に連れてってリンクステーションの方に、うんうんうん、子供の面倒を任せることにで夫婦でチケット2枚購入して見に行くことにしてくれたと。ほう、うん、家族会議を重ねて、じゃあもうご家族も総出というか、オードリーの2人に会えるの今から楽しみですと、うん、私たちも青森への道を目指し調べたら秋田に住んでるんでね、うん、ああなるへそ。高速使って3時間、だでも意外と近い近いって言ってる、うん、6時間洋服で、そうなんです、すごいね、ありがたいね。さて青森の会場と浅虫水族館が近いようなので、うんうん、イルカのショーを見るのはどうでしょうか。春日さん、フィンスイミングと一緒で泳いだら楽しそうですねと。フィンスイミングで一緒にイルカと飛び入りで泳げたらトークになるんじゃないかということで、当日はリアルゴールドを飲みながら青森を目指していきたいと思います。 ありがたいね。出演される皆様とたくさんのリトルトゥースに会えますようにということで来てるんですよ。どう？ん？だから浅虫水族館に行ってイルカのショーを見ればさ、なるへそ、俺はトークができると思うよ。うん、大丈夫です。いやお前お断り入れるな。透かしてるわけじゃないよね。透かしてるわけじゃないけど、このツアーに対して、うん、俺はね、うん、農業体験行こうと思います。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン笑え。いやー参っちゃってさ。んー、どうします、何事よ。いやーさっきのさあの話よ、うん、まあ、それちょっと片付けないとトークゾーン入れないわ。はあ、の春日さんのほらセックスの話、うん、ああなんか言ったって言わ、うん、言った言わないのやつね。そうそう、でラジオネームポンタからね来てるんですけど、うん、春日さんが3月24日の放送で、せっかくグッズ作るならを、うん、セックスグッズ作るならもう意味変わってきちゃうじゃん。そしたら違う分になっちゃう。大人のおもちゃを作ることになっちゃう。いやさすがにそれはまずいよ。そうなのよ、10周年の記念のイベントで。そうそうそう、じゃあちょっと聞いてみます。今音源あったみたい。結局あった。でもまあ、うん、セックスとは言ってるって、そんなに綺麗には繋がってないんじゃない、うんうん、そう聞こえるぐらい。セックスとは言ってあるけど、言ってんじゃない。でもこんだけ言うんだから、そう聞こえるぐらいじゃない。ちょっと聞いてみましょう。じゃあお前グッズ作らない気か。お前もしかして。いやグッズはあった方がいいと思うよ。セックスそんなにやるんだったらセックスそんなにやるんだったらって言って。いやどうにどうなんだこいつ。セックスそんなにやるんだったらどんなイベントだと思ってんだよ。これはもう名言です。セックスそんなにやるんだったら苦のところは丸にしますけどね。隠さないとね、ステージングしないとさ。なんだよこれ。もう一回ちょっと聞かせてくれない。こいつどんなイベントだと思ってんだよ。ねえマジだよ本当に。お前グッズ作らない気か。お前もしかして。いやグッズはあった方がいいと思うよ。セックスそんなにやるんだって。何のグッズ作るんだよそれ。セックスそんなにやる時にローションとかになってくる。そうなってくる。まあまあちょっとこれをラジオネームポンタのおかげで解決しましたっていうのが言いたくてね。いやーこれちょっとお恥ずかしい、申し訳ない。いやいや改めてください気持ちを。これちょっとダメだね。いやー本当にどうにもなんない。のっぴきならないよ本当に。のっぴき、いわゆるのっぴきよ。お何がよ、どうしたの。いや洗濯機がさなんかピー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 止まっちゃって故障するようになっちゃってさ、でなんか C の6とか C の3とか出てんのよ。あなんかエラーのコードみたいなやつが。で考えてみればもうね8年使ってんね、うん。はってどのぐらいなの洗濯機でも。それが使ったらもう大往生なのか。そうそう、電気のお店の人も言っててさ、でも買おうと思って
まあそうだね、もうこう洗濯できないってなって止まっちゃうからさ、すぐさ、なんかすごい揺れるようになっちゃってさ、洗濯機。あ、そうなるんだ。ペッ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 みたいなしたら C の4だとか C の3だとかさ、なんか言ってるわけよ。こっちももう最後の方も説明書開く気にもなんないよ。なるほどね、うん、もうだからそんなもんじゃ直んないような、そうそう、自力じゃ乗せないような。で今日は買いに行くぞと思ってね、うん、買いに行ったんですけどもね、うんうん、ドラム式ってあるじゃないですか。ああ、あるね、横になってるやつ、うん、で今まではこう普通の縦のね、はい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 、やつだったんだけど、なんか夢のドラム式ってところあるじゃない。ちょっとまあちょっと気合い入れないと手出せないよね、うん、いやー、なんかドラム式ってすげえな、なんつってさ、うん、未来の未来の選択、未来未来未来、未来の選択で8年前にもドラムの、うん、ドラム式はね、うん、ちょっと夢に見てて、で8年前洗濯機買うときはそれ、その、うん、その前に買ったやつのもう一個仙台の前の台のやつは、あの、うん、マネージャーの大森にもらったやつなのよ。大森敦氏に、はいはいはい、はい、うん、大森敦氏、ね、あの足が臭いで有名なさ、はいはいはい、大森敦氏にもらったやつで、うん、大森敦氏が確かデザイナーズマンションから引っ越すときに俺にくれたんだよな確か足臭いのよね、デザイナーで。俺ね、その時金全然なかった頃だからさ、はい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 、大森には感謝しててさ、なるほど、いりますかなんつって、そうそうそう、そっからさ、うん、その8年前に買ったやつはさ、その時さ、うん、ちょうどさ、なんかズレ漫才でさ、うん、なんか石鹸してた頃だった。ああ。石鹸したじゃん。はい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 。何年か我々の時代だったからね。そうそうそう。一発。何年間かね。一発石鹸したあたりの頃でさ。歴史に残る。あの、何、洗濯乾燥機、乾燥機もついてる洗濯機。買ったわけよ。まあ、忙しいだろうな。忙しなるでと思ってたから、その時。なるほどね。ええー、なー、それは。そうそう。で、それがさ、C の3だ、C の4だっつってさ、まあ、なっちゃってさ。うん、で、ドラム式を買おうと思ったの、その時も8年前も。なるへそ。だけど、うん、俺の家の、その洗濯を置く、位置に、受け皿みたいなのあるじゃん。はいはいはい。あそこに、ね、置けるドラム式がないって言う、って言われたの。もうちょっとあの、サイズがね、その時は。でかいから、ドラム式の方がって言われたから、うんうん、あ、じゃあ、今回もそうなんだろうなと思って行ったの。はいはいはい、そしたら、その、一応ね、うん、受け皿をね、うん、あの、測って、56センチだったの、横幅が。はい、あ、縦はいくらでも来てもらってもいいんだけどさ、俺的には。まあ、横幅をさ、まあ、部屋的にはね。うん、横幅56、まあ、縦も56センチなんだけど、正方形で。じゃあ、限度あるじゃない。いくらでも来ちゃったらダメじゃない。それで横幅56ってことで測っつってさ、うん、でやっぱな、あの横幅とか縦とか書いてあるじゃん、あるね、あるある、売ってあるところに、はいはい、したらさ、やっぱ横幅56センチ以内のドラム式がなかったわけよ、うん、あ、うん、まだないか、8年経っても、そうそう、でないか、まだないかってちょうどそういう風に思ったよさ、はい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 、で電気屋さんのさ担当の、うん、まあ、女性だったよ、うん、はい、に聞いたらさ、うん、あ、置けますよっていうね。で、その、ちなみに受け皿は、つって56センチです。で、これは置けますって言われて、指さしたのがさ、横幅がさ、61センチって書いてあるの。いや、置けないじゃないか。いや、置けないじゃない、つって。いや、俺ね、今回測ってきたんですよ、バチコン、つって。で、56センチの正方形ですよ、つって。61で5センチオーバー、5オーバーしてるじゃないですか、つったら、いや、置けるんです、と。うん、どういうことよ。これは、その、つまり、受け皿に、あの置く部分のそのホーポイント4点があの56センチ以下なんですって。でもそのそこから一回横に広がったサイズが60センチなんだと。はあ、なるへそ、うんうんうん。それは置けるんだ。皿に乗っかってれば置けるってこと。皿には乗っかるんで置けますって言われたわけよ。ただ、ギリギリでしたかと。その、そうだね。皿とギリ、うん、隣同士ギリギリだったら置けない。そうそう。横何がありましたって、洗面台と壁です、はいはいはい。横ギリギリでした。はいはい、で、その横のさ、その、あの、間が5センチあったかどうかは測って、ないわーと思って。皿だけそうだね。皿に置ければと思ってるから、測ってないわ、つって。いや、でも、ね、多分置けると思うんですけどね、って言うのよ。あ、その方がね。その方が。うん、でも、
あーでどうかな5センチあったかなとか言って、ただ思い出したわけよ、うん、一回水中メガネをなくした時にね、うん、はい、水中メガネが挟まってたことがあったのよ、洗面台と洗濯機の間に。水中メガネ、水中メガネ、水中メガネ、ゴーグルってこと？そう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 、あれ水中メガネって言わないのあれ、まあ、水中メガネって言うけど、うん、プールから通ってたの？あ、プールさ行ってんのよ俺。あ、そうなの？隠れてあ、そう言ってた、それ知らなかった、ちょっと今びっくりしちゃったけど、膝が悪いからプールで結構歩いてんの、うん、8往復ぐらい。あ、なるほど、ね、水の中で歩くのが一番いいって言うからさ、はいはいはい、 ね、それは今日は違う、サイドストーリーのサイドストーリースピンオフだよそれは。あ、ちょっとまず気になった、ね、水中メガネを、はあ、洗面台と洗濯機の間に挟まってたことがあるの、なくしたと思ったら。なるへそ。で、水中メガネのそのゴーグル側のこの縦の部分って5センチありましたっけっていう話になったわけよ。はいはいはい。電気屋さんと。いや、どうでしょうね。5センチはないんじゃないですか。でも5センチぐらいありますかね、みたいな。まあ、そのゴーグルのタイプにもよるからね。タイプにもよるっていう話になっちゃったのよ。ぴったりタイプなのか。水泳選手がするやつですよねって聞かれて。いや、そらそうですよ。こんななんかその甘さんみたいな、こんな。一つレッズで俺、ジムで泳がいませんわ、みたいな会話は。まあ、そこは嘘なんだけど。嘘だかい。嘘やね。嘘ぐらい入れさせてくれよ、お前。うん。で、ね、水中メガネ5センチでどうぞ。で、一回運んで、うん、もしダメだったら、うん、交換、機種交換できますから。あ、そうなの？そうなんだって言われたのに入れてみて。でも、なんかまあ自分でこんなこと言うと調子こいてる、調子こいてんのって言われるかもしれないけどさ、うん、多忙なんだよね。調子こいてんの？言わない。ザ調子こいてんのって言われちゃうかもしれないけど、多忙なのよね。ザ調子こいてんの？だから、うん、その、また機種変えますってなると、また何日か待たなきゃいけないし、まあ、そうだね。で、こう、で、縦のやつをまた見に行かないしってなるから、で、その日は空いてたから、うん、で、一回家帰って見てきていいっすか？っつって。まあ、それしかないよね。ギャンブルできないもんね。ギャンブルできないから、一回帰りますわ！つって。ああ、もうそれもちょっと面倒だけどな。目がね、5センチ以内だ、以上あると思うけどな、みたいなことを後ろ髪引かれながらさ、CHR でさ、ブワーって一回家帰ってさ。車種ね、車種ね。じゃあトヨタの CHR で、ブワーって帰ってさ。別にね、いらないけど。まあ急いで帰ったわけだ。そうそう、法定速度もちろん守りながら、ね。そらそら当たり前だ。帰ったわけよ。うん、で、測ったらさ、もう全然5センチ以上あんのよ。もう9センチくらいあんのよ。両方の、両方の幅が。まあ、ギャンブルしてよかったね。こんな空いてたかっていうぐらい空いてんな。全然いける。倍いけるじゃん。普段は注目してないじゃん。洗面台と洗濯機の間の隙間なんてさ。うん、いやー、してない。ね、そこも測んなきゃいけないんだな、だから。9ぐらいあるじゃんとか言って、自分で一人で言ってさ。戻ってこなくてよかったで。で、また CHR でさ、電気屋さん戻って、ブーワーって、法定速度守りながらさ。それは当たり前だ。戻ったわけよ。うん、で、9センチありましたっつって言って、ねえ、言ったでしょみたいな。そんぐらいの中になっちゃってね、女性の店員さんと。これにしますっつってさ、うん、買ったわけよ。ドラム式を。ドラム式を買ったわけ。夢の。夢にまで見たドラム式を。ああ、叶ったね、一つね。そうそうそう。夢が。そうそうそう、それでさ、うん、配達してくれるのがさ、へいへいへい、まあ1週間と2日後になりますなんつってさ、うんうん、まあ、すぐには無理だよね。この日とこの日とこの日だったら配達できるみたいな表をさ、はい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 、自分のスケジュールと照らし合わせたのにさ、はい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 、いや、うん、ザ調子こいてんのって言われるかもしれないけど、うん、多忙なのよ。ザ調子こいてんの？それでそれでさ、うん、1週間と2日後でさ、でもさ、ずいぶん幅取ってくんなと思ってさ、うん、その配達日の12時昼の12時から15時の間で届けますっていうのよ、はいはいはい、これさ、あるよね、自分で言うのもさ、ザ調子こいてんのって言われるかもしれないけどさ、うん、若林の3時間抑えるってなかなかだぜ、うん、これザ調子こいてんので、今のはほんとちょっと調子こいちゃってる。今のは調子こいてるね。調子こいてる。12時、15時で、結構3時間の間でどこ来んのと思いながら、まあ、でもまあ絶対15時ギリとかなんだろうなとか思いながらさ、うん、まあ、12時に起きりゃまあいいかぐらいでさ、まあまあそうだね、思ってたわけよ、なんか結構ね、うん、したら10時頃電話かかってきて、11時45分頃に届けますって言われて、ちょっと早いな。それでなんかちょっと12時15時で考えてたら11時45分に来るって、それでその理由がなんかその同じマンションで洗濯機を届ける人がいてとか言って、うん、
絶対嘘だろと思って そうだろ、そうかそれ絶対嘘だろと思う、うん、まあまあいいんだけど嘘でもちょっと早めに来ちゃうと、そうそうそう、うん、したらさゴリゴリのおじさん2人がね、うん、あの全体機を、まあ、俺 もう受け取る方もそうなんだけど、全員おじさんだ全員おじさん最近さ、うん、もう全員おじさんっていう場所が多すぎるよな、自分も含めてもうチーム付け焼き場でさグッズのデザイン見てても全員おじさんだからセンスあるやつがいないからグッズ危ないよ女の子一人入れないと、やっぱそ本当だからそういうのってあんだろうね、あるよ、ネタとか作っててもおじさんで作ってから、うん、じゃあダメだあれ、なんか女子一人ぐらい入れようかってよく意味わかんなかったっけどね、おじさんとかが言うこと、飲み会とかでもさ、飲み会とかでも、うん、やっぱそれ嫌で意味あるね、うん、なんか空気がそのなんかね、うん、ドヨンとするというかさ、そう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 、うん、おじさんだからさ、おじさんね、なんかこう熱いなんかこの、うん、希望とか夢がないからさ、ね、みんなさなんかお役に立てればって顔してるからさこう活気がないわけよ、そうだね、洗濯機の交換も、うん、え、うん、で洗濯機がさ、まあそのあれね、あの8年使った洗濯機がさこう引き取られていくんだけどさ、そうか交換か、それをさ見ながら俺思ったのよ、うん、何も感じねえなと思ってね、なんだそれ、それで何も思わねえもんだなと思って8年も連れ添ったのにそうそうそう、うん、で新しいさ洗濯機がこう来てドラム式を夢にまで見た、ドンと置かれたわけよ、うん、で今度の洗濯機はさ、うん、すごくてさ、うん、あの詰め替え用のさ、うん、洗剤をさ、うん、入れるとさ、うん、洗濯機に自体に入れるとさ、それをこう溜めて持ってるわけよ、洗濯機、一回か入れなくていいの、ああ、で、あの洗濯物入れたらさちゃんと考えてくれて、ドラム式の方で、ドラム式の方で、ドラム式の方で、うん、が考えてくれてさ、うん、洗剤量を決めてくれるわけ自分で、でもだから洗濯物が多かったら多いしみたいなことができんの、そうそうそう、できるわけ、賢いね、でさ俺さ今までさ柔軟剤って使ったことないのよ、うん、あそう、柔軟剤使ってる家で、いやもちろん使ってる、いっぱい使ってるよ、いっぱい使ってるっていうか、あそうで、すぐさ、うん、パーカーがさ、あの買ったパーカーが最初さ、うん、柔らかいんだけどすぐ革ジャンぐらいの硬さなんだけどさ、なんで使わなかったの今まで、じゃ柔軟剤って何の意味があるのかなと思って、な柔軟剤よ、柔軟にそんなしたいものあるみたいな、結構ハードな方で、うん、もうハードだからさ俺自体が、だから別にソフトになんなくてもいいんじゃねえかなみたいな、肌触りは良くなるじゃんそんなもん、そんな求めてる、だって男が生きていく中でさ、求めてる、なんかゴワゴワのやつよりもさ、まあ、柔軟剤使わないで、本当にパーカーがねもうすぐ革ジャンみたいなやつですぐ切れなくなっちゃって捨ててたんだけど、もったいねえな、で初めてさその柔軟剤買いに行ったんだけどさ、はいはい、なんかさいろんなさ匂い香りがあるけどさ、その洗剤とこの香りを合わせていいのかみたいなさ風に思ったらさ、なるへそ、さっき聖堂さんとさ、うん、話してたら相性があんだって、ね、何々の洗剤と何々の柔軟剤はいい匂いがするみたいな、ベストカップルみたいななんか載ってるらしくて、ネットに、あそうだよ、まあだから春日と若林だったらぴったりみたいなさ、そういうのがある、そんな奇跡の組み合わせある、ある、春日と西村だとあんまり合わないみたいな、そういうなんかこうなんかある、まあ、そうだね同じような匂いだからねでもさ柔軟剤初めて選んだんだけどさ、うん、匂いがさ、うん、全部さ、うん、OL じゃない、そのラズベリーとかさローズとかなんか鼻の香りが多いイメージだよね、いやそんな俺なんかさなんだろう、うん、なんかナイスミドルなんだからさ俺なんか別に俺がさ、うんまね、ローズの香りさしてどうすんのって思っちゃってさ、うん、あのなんかね、うん、なんか俺がローズの香りしてどうすんのって思わない、なんか俺はなんかシトラスじゃないとダメじゃん、なんか俺よくわかんないけど、なんでよくわかんねえんだよお前、ちょっとおっきい声やめてくれよ、おっきい声出すのやめてくれよあじゃあ頭おかしいんだからさ、うん、それなりに付き合ってくれよまあだからちょっとでもそういう女子系の匂いが多いイメージだよね、でも柔軟剤もだから両方で買ったわけ、初めて考えてくれるから、同じメーカーのやつで初めて柔軟剤使った、ふわふわね、まあ、ふわふわタオルだろうがそれとも、うん、もう楽しくてさ、いろんなもん洗濯してんの、毎日家帰ってもうそれが楽しみで早く帰りたいっつってさ、もう収録もまかねえかなって思っちゃって洗濯したいから、うん、でこうドラム式で入れたらさ、うん、あのスマホのライトつけてさ中をずっと見てるわけよ、こうさ切ないね、なんかこう、うん、上に持ち上げられ始めては引力に脅され、その繰り返しをシャツだってなんだってさ、そうか今までと違うからあれなんでずっと見ちゃうんだろうな、
な、なんか洗濯機の中とさ、うん、あの徳島のさ、うん、あの渦潮はさずっと見ちゃうな、うん、まあ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 、ちょっとなんかあんま面白くなかったけど、うん、さ、ね、言ってみて、うん、なんか見ちゃう、ずっとライト当てて見てんのずっと、はいはいはい、たださ、うん、でさ乾燥機かけてもさ、うん、全然縮まないのよ、あの縦の型よりドラム式の方がやっぱ回しながらかけるから風をやっぱりね、あの縮まない、全然縮まない。ただ問題があってさ、いいじゃない、よかったじゃん。俺さここ1年ぐらいで発見したことなんだけどさ、うん、俺の体ね、俺の体の話、うん、はい、俺の体ってちょうど M と L の間なのよ、うん、はあ、肩幅とか首とかお腹の出方が。で、それでもうスタイリストの福田さんがもう超悩んでんの。もうメーカーによって M だって L だって。なるへそ。大きさあなたの体、ね、わがままボディつって言って言うのよ。うん、それで嫌がってないじゃない。その感じだった。楽しんでる言い方だよ、それ。で、俺は L を買って、うん、その縦型の乾燥機にかけて縮ませて、うん、間でちょうどだったのよ。T シャツ特に。なるへそ。うん、M と L の間になってたのよ、はい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 、T シャツね特に、はい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 、T シャツはそうやってたのここ1年ぐらい L かあって、はいはいはい、で M だとねお腹ぽっこりが目立っちゃうのよ、中年太りが、うん、でも L だとそれが目立たないです、うん、この間暑くなってきたじゃない最近、うん、そうね、だから T シャツ買いに行ったのよ、 T シャツねえっつって、 L か M か買う、縮まねえから今回さ、そうか難しいね、だからさ M 買ったわけ思い切って、おお、今着てるやつなんだけどちょっとお腹目立つんだよね、 M だから、で縮ませられないから、ね、これもうでも L とちょっとでかいわけでしょ、そうだから前の洗濯機引き取ってもらうのやめといてもらえばよかったなと思って今後悔してんのよもう壊れちゃってるからね、なんとか調整してもらって、俺が痩せるしかないのか、じゃあ、あー、それが一番だね、痩せまーす日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日を感じろ、いやそれは俺はショックだわマジでそんなこと言われると思わなかった CM 中に、何がよ、ええ、いや俺がね CM 中にね、いやでも春日その俺ほらジェルボールがあのドラム式でね使えなくなってで、液体洗剤しか使えないの、ジェルボールは。ほら、あの自分で考えるから。だから、ジェルボールが大量に余っちゃったから、うん、春日に言ったのよ。なんか、うちに来て、取りに来ない?ジェルボール、もし欲しければ、つったら、家には上がりたくないって言って、俺もそれはショックでさ、CM 中に。で、そういうのは、それだけならいいんだけど、うん、CM 中喋りたくないって言ったんだよ、俺と。なんでって聞いたら、金にならないからって言って。俺ちょっとショックで、うん、CM 中みんな喋ってんだよ、ね、三四郎だってランパンプスだってナインティナインさんが矢部さんやってたことね、 CM 中もう各地へとね朝井郎だってみんな喋ってたんだよ、喋ってたの、うん、おーそう、それはまあ人だってね、他のコンビだから、それはえ、なんか金になる時しか喋んないの、うん、お前、まあまあ金になる時なんかせっかく喋んだったらやっぱりね、うん、うん、世に流したいみたいなのがあるから、まあラジオもそうだし、うん、ロケの時とかもやっぱねカメラ止まった時はまあ、あんまりね話しかけないでほしいけどね、いやショックだよ、うん、収録収録のちょっとテープチェンジの時とか、でも両方の時あるじゃん、だって、何両方お金もらえる時もあんま喋んない言われちゃったね、それはね、うん、じゃあ今からお金になる話を聞かせてくれるわけで、ね、そう言われちゃうとねうーん、ちょっと今週の話はお金にならないんですけどもう生言ってますけどね、そんなことないよね、プロなんで、そうやって言うんだ、うん、生言ってますけどね、そんなてめえのね話がならないですけどね、いやーちょっとさ、あの、まあ、先週も話したんですけどね。私のそのパソコン問題が。いや、もういいよ、もう。あれが1ヶ月経ってもね、いや、何の進展もないの、うん。ちょっと申し訳ない話なんだけどね。まあ、先週そういう、ちょ、キーボードがおそらく壊れていると。うんうん、で、キーボードがね。キーボードがね。うん、キーボードがさ、ちょっと調子悪いなんつって言って。はい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 、
で、安さんの方は全然生きてるんだけど。あ、それデスクトップの方ね。そうそうそう。で、気象の方はね、キーボードが調子悪いっていう話をまあしたから、うん、何がこの一週間で、その、誰かいいアドバイスとかね。うんうんうん、それでもなんかこれ、なんかキーボードをね、なんかどうやらキーボードをつけたら USB?、うん、まあまあ、多分まあ生きてるから、うんキーボード新しいのつけたら使えるんじゃないか。なるほど。みたいなことを終わった後、石井ちゃんとか生徒さんが言って、うん、なるへそと、うん。ただ買うのは、ちょっとギャンブルだと。キーボードをね。うん。買っていいで使えなかったら、うん、なんかもったいないじゃん。はいはい、はい。本当に果たして使えるのかどうなのかっていうのを知りたいのよ。うんうんうん、だから、そのキーボードをね、うん、その石井ちゃんにちょっと日本放送のやつね。うん、いや、俺も見た見た、その現場。うん、凄惨な現場。だったよね、いや、なんか、ないっつったら、ないっす。ああああいや、あるでしょって、なんかその、春だしね、ああもう使ってないやつとか、なんかたまにやっぱりよく見るのよ、秋葉原とか行ったらさ、うん、なんかその、ね、パソコン屋さんとかでなんかこの、店頭にさ、うん、箱の中に縦に突っ込まれてる。ああ秋葉原とかあるよね。だキーボードって余るんだなっていうなんかイメージがあった。ああはいはいはい。使えるやつなのに、なんか余ったりするんだってのあったから、うんうん、日本そういうなんかないのって言ったら、うん、ないっすね。っていうの石井ちゃんが、うん、いやないっすねってことないじゃんあるけど、うん、それダメですよってのまだわかるじゃん、うん、そう持っていくの、うん、ないっすねって言うのよそれなんかさ、うん、寂しいじゃないそんな切られ方でも人によるんじゃないやっぱ三四郎が言えば出してくれると思うけど、うん、お前らまだレギュラー始まって2週目だからそれはいやなんだって10周年記念のツアーやるって、ね、お前と DJ 松永は2週2回しかまだ放送してないからねそうだよ多分あるからだから私はやってるよ、うん、ね、はいはい、で貸してくれと、うん、そもらうのはさすがに会社もだから申し訳ないけどね、その、買いたい。言ってた、ね、うん、買うから、だから買うための一回その仮面みたいなさ。だから来週持ってくるからいいじゃないってこと。そうそうそう。いいじゃないって言ったら、ないっすって言うんだよ。ないんだよ。いや、ないことないだろ、一個も、うん。あるけど貸せないだったらわかるけど、うん、ないっすみたいな。なんか持ってってなかったなんかね。そう、このブースにさ、いいサイズのあったのよ。これだ、これだ。いいサイズ感の。なんかこれをさ、持って外出ようとしたらさ、なんか羽交い締めにされてたよね、石井ちゃんに。ダメダメダメ。あるじゃねえか、つって言って。うん。これじゃいいじゃん。だってこれだって誰か使うやつは、ヨヒとかがさ、ツイッターと連動しながらラジオやってるからさ、使うやつじゃないの。ヨヒは多分。ここのデスクトップをね、使う用のやつだから。で、石井ちゃんに羽交い締めにされて、なんかすごい、警備員さん3人ぐらい入ってきて、そこまで警棒で、ボコボコにされてさ、いやいやいや全部服脱がされて、いやいやいや、お尻の穴もなんか洗われてたもん。いやいや、乱暴じゃねえかよ。乱暴じゃねえんだからさ、ホースで水かけられてやろうか。おおおおおお。やばこもってやろうか。そしたら、俺も思ったもん。乱暴じゃねえんだからと思って。お前ちょっと水をかけられる乱暴って言ってちょっとそれやってちょっと。ちょっと立って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 裸になってちょっとやった、裸になって、あれ警察署かな警察署で水をかけられる乱暴おお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 ランボーじゃないからね。ランボーじゃないのよと、うん。まあ、そうなってくると山に煮込まれっけないから、うん、そうなってくると、うん。ね。で、それぐらいの勢いでさ、はい、いや、ここにあるじゃないか。って言って、うんね、そうそうそう、うん。貸してくれるだけでいいのよ、ここに被ってるか、あんま使ってない。そう、使ってないでしょ、うん、って言ったら、それでも、ないですって言うのよ。うん、もう、そうなってくると、もう本当に喧嘩になりそうだったから、ね。なんかそうだったよ。怖かったもん、うん、じゃあもう、じゃあいい。うん、って言って、まあ、選手は収めたわけ。なんでその話よ。でもちょっとやらしい経験。どう考えても 10-0 でお前が悪いから。だって日本放送のビビのさ、そうそう持ち帰ろうとしても、盗難に近いよ、やろうとしてることは。まあ、でも、借りるだけだからっていう名目はあるんだけど。ダメだよ。だけど、確かにね、それはもう頼む側だから、うん、それでなんかね、腹立つのは、まあおかしいじゃん、うん、それは、ね。おかしい、それはおかしいよ。だけど、まあ、うんその話を一応ね、うん、その電波に乗せてお話ししたから、はいはいはい、まあ聞いてる誰かね、うん、そのテレビ関係の方とかスタッフさんとかに、うん、なんか良ければみたいなのがあるかなと思って一週間過ごしたのよ。ないだろう。ないんだよね。ないだ、人望ないもん、お前。結構制作ルームみたいなところうろうろしたんだけどね。
お前人望ないもん。いろんな各局の日本テレビとか。うろちょろすんなよ、お前。楽屋から出んな、お前みたいな変態。テレビ局の中へ歩くな、お前。さすがにでも、チラチラ見かけたんだけどね、廊下にね。何を？キーボード。あった。あった、あった。それあるよ、さ、パソコンも持ってるし。でもそれ無断でね、さすがに持ってるわけ。当たり前だよ、お前。いや、そのあたりはうろうろしながら。なんかこう顔見知りのスタッフさんとかいないかなみたいなことをやったんだけど、結局さ、うん、1週間経ってもまあ、うん、変わらないキーボード関係の話は、はい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 、ではもう1週間もう2週間以上よ、うん、もう私のライフワークのエロパソコンね、はいはいはい、エロパーもパソコンヨガですよ、うん、パソコンヨガやってないのは、はいはい、で、まあ、若林さんとはまあ逆でさ、いいかって暇なのよ、あ、やることないか、ぽっかり空いちゃったわけだから2時間からその5時間が、あ、そっかそっか、うん、そこ全部2時間から2時間からすげえな、でもなんか、うん、そんなやってたんだね、やってたね、だ次の日を逆算すると今日2時間だなっていう日、今日5時間いけるな、でもね、俺こないだね、あの俺最近禅とかね、座禅のあの体験のお寺のやつ行ってみたいなと思っていろいろ調べてたらね、うん、読んでたの瞑想とかその禅のやつ、うん、したら多分エロパソ、うん、多分瞑想と同じ効果があるんだと思う、やっぱり、あ、そう、やっぱ精神の安定がやっぱ保たれるから、ね、多分お前ずっとこう瞑想してるのと一緒なんだよ、だからそれがなかったらやっぱりストレスとか溜まってると思う、いや溜まるのよでもやっぱさ、ストレス溜まらない人間だと思ってたの、自分のこと、自分のこと、うん、なんか別に何やるか感じたことないないんだけど、そのエロパソがなくなってからやっぱりなんかちょっとイライラしたりとかね、それ言う人いるよね、あ、やっぱストレスってたまらない人じゃないんだなと思ったの、だからやっぱそれが大事だったんだ、そうだ、好きでやってたことが、うん、そのストレス発散に今なってたんだなってことをこの2週間で気づいてさ、うん、でもそれがなくなったら何かでやっぱり人間ってその補充しようとするんだよね、あ、無意識で埋め合わせようと、趣味があればいいんだけど、はいはい、それで何か趣味でこっちにね、はいはい、情熱を傾けようみたいなのがあればいいんだけど、それがまあすぐポッとできるわけじゃないじゃない、でも青森へのさ、うん、なんかこうトークのこととかさ、うん、なんかまあもしかしてお前がネタちょっと考えてもいいわけだから、うん、そういう風に青森のライブがあるからそういう風に迎えればいいじゃない、あ、それ逆にストレスになっちゃうからそれは違うのよそれもプレッシャーストレスになっちゃうから、プレッシャーだお、多い、もう来年の3月までプレッシャーだからね。あ、そうか。武道館までさ。はいはいはい、はい。で、だけど、だからゲームをそれこそさ、うん、買おうかなって、プレステ4本体を、うん。って思って、だから空き時間は、やっぱいろんな電気屋さんに足を運ん。買えよ。出るの渋谷だ、新宿だ、つって。うろちょろすんな、変態が。ちょっと行けんな、つったら。繁華街よ、変態。やっぱり売り切れなんだね。今売ってない。若林さん言ったように。入荷したらすぐ買ってくださいって言われたもん。全部バツ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 、うん、なってる。海外の観光客の方もみんな買ってくんだって、今は。はい。で、ないからないなぁ。そう、ゲームで発散もちょっとできないなぁ、みたいなことを考えてるうちに。うちに。気づいたらなんかその、食の方でね、うん、発散しようとしてる春日もいてさ、はいはい、振り返ってみたらさ、一週間毎日夜食い放題言ってたんだよね。その週すごいね毎日って、焼肉行ってしゃぶしゃぶ行ったり、一人でよ、一人で一人でも長尾パラダイスがバイトしてっからさ、何よお前、夜捕まんないからさ、いやブロガーじゃんお前、ブロガー一人で食べ放題の店毎日行って、ブロガーじゃん、うんで、あ、ここの食べ放題行こうと、あ、この間行ったばっかだわみたいな、いろんなところも気づいたらよ、あれ今週全部食べ放題行ってんなみたいな、え、そうだからナイフでそのハム切ってもうずっと食べてるわけ、うん、ナイフでハム、いや乱暴じゃねえんだからさ、え、乱暴、え、ナイフでハム食べたり食べ放題って言ってたから、うん、てめえで傷縫ったりしてないのよなんか崖から落ちてガサガサガサっつって、あ、違うのね、てめえで打ってきたのね、罠仕掛けたりしてないのよ乱暴じゃないから、ああ春日なの、ね、ランボーの話してんじゃないんだよ。ごめんごめん。春日の話だからね。うん、おいでね、うん、そんなんがもう続いてて、うん、でもやっぱり浮気はしたくないわけ。エロの。パソコン以外で、うん、なんか言ってたね、そう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 、ポリシーがあるんでしょ。やっぱそれは裏切れないよ。やっぱ長年ね、うん、共にしてきた相棒なわけだから、はい、そいつが復活するのを待ちたいって気持ちは負けたくないから、でもやっぱそういう違う形でなんか気づかないうちによ。うん、なんか発散しているのよ。いてたの。うん、で、この間ね、うん、家にね、たまに年に何回かなんだけどね、タバコが届くのよ。
何その話。いやこれね何年前、10年だから。何の話それ。25の時ね、1年間吸ってた時に、うん、衝撃だったよ。あの時に街中の喫煙所あるじゃん、タバコ会社がやってる、うん、あそこ行った時に、うん、なんかアンケートみたいなあるの。でそれ書いたら当時ね、うん、1箱もらえるみたいなのがあったから、25台お金ないじゃない、うん、それで書いたアンケートがまだねで、届くのたまに。年に何回か新商品出ましたとかリニューアルしましたみたいな、ね、何箱ぐらい届くの。1箱なんだけど、1箱届くんだ。サンプルの1箱は今も10年以上前に書いたアンケートのやつがまだ来んのよ、リストに載ってんだね。ね、すごいね、すごいね。いてかそうなの、びっくりした。お前がタバコ吸ってキサラの一部終わって、うん、屋上上がったらホタルいんのかなと思ったら、うん、ボイラーの奥で春日がタバコ吸ってたんだよ、屋上で。そうなのよ、やっぱりね、バレたくなかったからね、いじられたくなかったから、ね、だから二人で吸ってさ、うん、なんか青い春みたいだったな、うん、映画の映画の。まあそうね、うん、当時はね、当時はで、だからそれがちょこ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 、あそっか10年以上ダメだよ。でも届いてんだけど、それは吸わないじゃない。それはダメよ。だから吸う人にあげたりしたのよ、うん、吸っちゃうともうダメよ。あげたりしたんだけど、うん、でそれがこの間届いてて、また久方ぶりに、うん、でまあパラダイスにあげようと思って、うんうんうん、家のところに置いといたのよ。置いといた、コンロのところに、はいはい、だけど中川パラダイスが捕まんないからさ、はいはいはい、バイト始めちゃってるからさ、あ忙しい。でずーっとそれが残っててね、うん、でまあなんとはなしに、まあ、気にしないというかさ、うんうん、置いてたんだけどさ、うん、そのパソコンがねぶっ壊れてね、うん、その家でやることないからさ、うん、タバコが目に入ってね、うん、ちょっと一本吸ってみようって暇だと良くないよ、良くないというかね、余計なことというか普段やんないことをさ、あまあ若い子がね、うん、するのはそういうことなのかもね。そうね、暇だからっつって言って、うん、で換気扇さこう引いてねやっぱ家の中にさ、もうね一本だけ、うん、一本だけどんな感じだったかな、どうも10年以上、もう14年、13年ぐらい経ってますわ。もう、どんな感じだったのかなつって。で、ライターもね、ないからさ、コンロのさ、火でさ。これ横に横に。強いよ、その火や。危ないよ、それ。今、調整難しい。ガチって、とりあえずつけて、はいはい、つけてから、こう、顔をこうね、タバコを近づけてさ、はいはいはい、こう、吸ってさ、はい、もう本当にベタなさ、はい、吸った後さ、ってなるわけ、やっぱり、まあ。久しぶりだからね。俺もそうだったもん、ね、アイコスショップ行った時。そうでしょ、うん、で、まあ、つけちゃったから、まあ、もうちょっと行ってみようなんつってさ。こう、まあ、こう、一本吸ったのよ。はいはい。吸い切ったの？一応ね、頑張って。もう、部屋にあんまりこもりたくないからさ、うん、もう換気扇に向かってこう、みたいなさ、ね、全部外に流そうみたいな。ほいで、まあ、ちょっとまあ、喉がイガイガしたけど、はい、まあまあ、こんな感じか。なんか1ミリぐらいあったんだよね。その、ね、弱いが、ね。弱いやつだから、うん、まあ、まあ、でもまあ、そんなに別に、うまいもんだよ。やっぱないな、うん、とか思って、うん、その日は寝たのよ。はいはいはい。で、次の日朝起きたら、やっぱ喉が痛いわけ。ああ、タバコ吸ったから。で、ちょっとなんか、息もこう、最大、こう何、吸い込み量がちょっと減ってるみたいなさ。そうなの？いきなりそんな。なんか息が浅いみたいなね。はいはい、あ、やっぱダメだな、と思って、なんかちょっと気持ち悪いし。ああ、はいはいはい。で、なんかこの、服にもね、はい、部屋着にもさ、匂いやっぱり。ついてたんだ。つくのよ。あの、私もね、言ってなんかその、ジェラートピケを着てるんで、家でね。モコモコの。気持ち悪いな、お前。あの、ボーダーのやつをね。なんだよ、お前、それ。それは福田の兄貴にもらった誕生日プレゼント。ああ、そうか、うん。うん。それを着てるから、あれがもうすごいつくん。タバコの匂いだよね。ジェラートピケについちゃってる。モコモコしてるから。お前。んで、ジェラートピケについたな。木造の60年の、築60年の部屋で着るな。60年も経ってないけどね。築70年のアパートで着るな、お前。ジェラートピケを。そんな経ってないわ。んで、それで、あ、もう、匂いついてるじゃん、と思って、うん。何やってんだよ、と思って、うん。で、まあまあ、まだはね、出かけてさ、うん、で、帰ってくんじゃん、夜。はいはい。でもやっぱりやる。まだまだやっぱパソコンがさ、うん、復活してないのよ、うん。で、やることねえわ、と思って。タバコ吸ってさ。喫煙者だよ、もう。今日は
行けんじゃないのかと思って。行けんじゃ、行こうとしちゃってんじゃん。でも暇だからね、うん、もうなんかテレビとかもないしさ、うん、楽しみにしてたウォーキングデッドの溜まってたやつもさ、うんうん、水口 G になんか先言われてさ、はいはい、あいつがどうなるんだよみたいな言われても見る気なくしたしさ、はいはいはい、やることないわと思ってもう一回試そうと思って、うん、でもまたねジェラートピケに着くからさ、タバコね、もう脱いでね、裸でもう全裸で、うん、もうつきたくない、パンツにもつきたくないから、はいはい、匂いが、はいはい、裸で換気扇の下でさ、うん、裸だったらもう松田優作じゃない、まあ裸でさ、うん、でもあれでしょ、バンダナだけはしてんでしょ、いやいや、だから乱暴じゃないからね、そうなの、うん、裸で私乱暴じゃないから、でまあこう回すって、やっぱ喉痛えなで同じじゃねえかよ、これダメだな、やっぱもうダメだと、ダメなんだよ、家に置いといたらもうダメだな、ダメダメと思ってさ、うん、ゴミ箱にね捨てようかと思ったんだけど、はいはいはい、それでも家にあることには変わらないじゃん、うん、だから次の日もこれ捨っちゃうなと思ったの、あ、家にあったら、うん、だからもう外でちょっと捨てようかなっていうね、うんうん、家じゃないところで、うん、で次の日持って出かけたのよ、うん、でタバコだけをだよね。ライターは持ってない、ね。ライター持ってない、持ってない、持ってない。うん、ライター持ってないよ。そのね、うん、だからまあ吸えないじゃない、はいはい、で、持って出かけてさ、うん、で、どっかで捨てようって思ってたのよ、うん。でね、その日はちょっと早めに終わったわけ。へぇ、うん。うん。あ、早いな、つって、うん。夕方前ぐらいに終わったからさ。うん、どうしようかなっていう、中パライスもバイトで捕まんないしね、うん、家帰ってもこれはやることないから、うん、でまあジムも行ったし今日はみたいな、うん、であの時はだから暇だからふと思ったんだよね、うん、なんだどういう考えの流れかを全然覚えてないんだけど、うん、そういえば新幹線ってタバコ吸えないよなみたいな、うん、ね、吸えないで喫煙ルームみたいなのあるじゃん、はいはいはい、でも昔吸えたよなーとか思ったの、うん、ね、うん、でなんとなしにこうさ調べたのスマートフォンで、うん、したらさ今もさなんか光かなんか小玉かなんかでね、うん、喫煙席みたいなのあんのよ、うん、車両みたいなのが、はいはい、へーと思ってさ、うん、乗ったのよ、うん、ちょっとよ、はいはい、小田原ぐらいまでよ、はいはい、どんな感じなんだろうと思ってしたらここ横にさ、はいはい、なんか灰皿のつうのが縦の昔あったような肘掛けのこう立ってですごい空いてんのやっぱり、あ、やっぱりね、他の今いないもんね、席はやっぱ埋まってたんだけど、そこの車両だけすごい空いててさ、でなんか空気清浄機みたいなのがスウェーンっつってでいやなってんのよ、で、こっちも持ってんじゃない、うん、タバコをさ、うん。だから、ちょっとね、どんな気分なんだろうと思って何かと理由つけて。で、ライター借りてさ、その住宅借りてっていうかちょっと、みたいな。え、それ知らない人に。知らない人に。貸してくれんじゃん。日はさ別にさなんか友達感あるもんね、ね、でしょ、うん、で今やっぱりた、まあ、その人の気持ちは分かんないけど、うんうんうん、今少なくなってるからちょっと同志みたいなお全然いいっすよみたいなので、まあその春日だっていうのは多分分かってないぐらいの感じなんだけどね、うん、うん、やっぱいつも通りフードをかぶってたしさ、うんうん、でこうおっすみたいな感じでこう借りてさ、うん、こう吸ってさこうふわっつってで一本吸ってね、うん、で小田原で降りて、はいはいはい、で帰りのまたさ、はい、乗ってさ、はい、まだ一本吸ってさ、うん、まあ帰ってきたのよ、うん、でまだ残ってんだけど、だ早くそのキーボードもらわないとさ、そのどんどん吸っちゃうんだよねタバコ。プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン、あがー、毎週リスナーから寄せられるさまざまなジャンルのいろんなあがーを紹介していくコーナーです。ラジオネーム夏が過ぎてくナイツ土屋信之にガー、
ナイツの全国ツアーの各公演で披露したとある漫才の中にドツキ漫才をするくだりがあったが、普段の漫才では頭を叩かない上に力の加減がわからなかったため、右手首がプロのテニスプレーヤーなどがなる TFCC 損傷という怪我をしてしまったことどういうこと、俺は考えられないわ。強く叩くのかな、なんだ変な叩き方してたのかな、手首を使わない。でもなんか花輪くんと、なんかたまーに言うよ、何年かに一回、なんか信じらんないって、オードリーみたいな漫才、なんか何か言って叩かれるって、もう俺絶対嫌だっつって。なんで叩くか分かんないし、みたいな。あ確かに。痛くないんだよね、あんまり俺たちって、あの、アメフト部出身だから。まあ、なんかその、ああいうことは。まあ、そうだね。でも普通、まあ、普通そういうの経験ない人痛いって思うのかな。だから、痛いとか言う人いるよね、頭叩いて、普通に。慣れみたいなもんか。叩いちゃいけないの本当は、人の頭って。まあそうだね、そうか。ラジオネームちゃんけい、ヒルナンデスのキャラクターフェルナンデスくん、ニグー、ツイッターで夜中にミャウとだけつぶやき夜更かしをしていると。ツイッターがあるんだね、フェルナンデスくん。最近出ないよね、ヒルナンデスの中に。昔こうロケとか行ってたね、フェルナンデス。そうだね。フェルナンデスが行くみたいな。うん、あれなくなったよね。なくなった。まあ、画面にはなんかちょっとね、出たりするけど。はい、はい。喋ったりはしなくなったね。フェルナンデスくんになりたいけどね、俺。ん？フェルナンデスくんに。なりたいって。うん。フェルナンデスくんの着ぐるみに入って、しおりちゃんに抱きつきたいけどね。抱きつけただけじゃないか。ラジオネーム、ワニパ。指原莉乃にグー、嘘がつけませんという嘘をついていること。そうだ、確かに大嘘だね。そんなことないよ。え、あ、そう、嘘はつけないんでしょきっと。その正直なリアクションしかできないんだよ。あ、そう、うん、そう。でほら共演したじゃない、なんかあの特番でフジテレビの、あ、危険、そうそう、嘘つけない子だなって俺思ったよ。お前も思っただろ。ちょっと私は分かんなかったけど。すごいな、最近牙向いちゃって。いや牙っていうか、いや嘘つけ、ネクストステージだな。お前はだって嘘ついてないだろ、テレビで。嘘なんかついてない。当たり前じゃないかよ、そんなの。ラジオネーム、生駒ちゃん大好き美容師おじさん。森脇健二ねが、オールスター感謝祭マラソンの前に家族に遺言書を書くこと。なんか聞いたことあるな。気合が入ってね、それぐらいの気持ちでってことで、俺も武道館の前には本当お前に遺言書渡そうと思って。いや、ちょっと困るね、それは。うちの親父にもね、遺言書渡そうと思ってるよ、俺は。武道館のライブの前には。親父さんに？うん。どういうことだよ、それは。さあ、ということで、この中から一番、あげーなものを選んでください。ワニッパにしようか、じゃあね。はい。指原くんのね。おめでとうございます。はい、4月のプレゼントは、本格焼きおにぎり、若鶏竜田、今川焼き、クリームチーズ、お弁当にグーゴーヤチャンプルーの4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。来週もいろんなものに、あがーを考えて送ってください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン、グッドの係まで。日例の冷凍食品をお送りするので、住所本名年齢を忘れなくお願いします。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。日例プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日例、以上各社の協賛で東京中大学有楽町の日本放送キーステーションに全国36局なお送り。今日は、hey、
まあ、フリートークスペシャルということでやってきましたけどね。ああ、スペシャルだったんですね。はい。はあ、気づかなかったですけど。なんか春日のトーク聞いてて思ったね、これ、うん、喫煙者だなと思って。今日はもう吸ってないね。今日は。今日は吸ってないよ。昨日も吸ってないね。昨日はちょっと吸っちゃってますね。昨日はどこで？昨日ももう家ね。逆に外はやめようと思う。ちょっと今持ってるタバコ。今は持ってない。だからもう。やっぱ俺が捨ててあげようかなと思って、責任持ってやめるために。でももう大丈夫だと思うよ。じゃあキーボードを持って帰れば、うん、もうそれはやめるってことだもんね。もちろんもちろん。だってその穴埋めで、うん、そういう行動になっちゃってるわけだから、はい、だからキーボードでもやっぱりさっき石ちゃん来たらナイスって言ってたからあるじゃない。あるのよ。でもないんだって。あるんだけどね。ダメなのこれ。ダメみたいなんで分かんねえけど。ヒロシにさ、さっき、うん、ね、始まる前にさ、うん、なんかキーボードとかないの、うん、言ったら、あ、僕ありますよ、うん、あの使わなくなったやつ家にあるんですよ。え、今日それ持ってきてくれたってさ、いや、ないっすみたいな。なんで先週の補足で持ってこねえんだっつって言って、うん、ちょっと言い合いになりましたね。人望がないからさ、来週じゃ来週持ってきます。お前がなんであんなやつに結婚するできるか分かんないみたいなこと言ったから。お前なんて、お前なんか人望ないもん。俺もなんかいろんな人にお前の印象聞くけどね、うん、なんか人望ない。お前ちょっと待ってくれよ。こんな話の中で結構ショックなことが、うん、そんなショックなこと言われるとは思わなかったよ。今日はやめてくれよ、あの無理やり持って帰ろうとするの。俺お前があんな放水されてんの見たくないもん。いやでも本当にさ、いろんな罠仕掛けてさ、あんたが持ってねえ、手なんか竹の尖ったやつがさ、なんかブワンってこう来て足に刺さるみたいなやつを作ってさ、全部巻いてやろうかな、追っかけてくるやつを。日本放送追っかけてくるやつを全部巻いてやろうかな。でもそしたらでも日本放送って書いてあるさ、うん、ヘリでさ。かなり終わると思うよ本当に。いやもう徹底的に戦ってやろうかな。たった一人で、一人だけで。怒りの春日な。怒りの春日でさ、うん、弓打ったりとかしてさ、2、3に続くぞこれ多分ね。え、まあまあ、それ今余計なことだとしてもさ。とにかくさ、ちょっと俺はお前がタバコ吸うぐらいだったら、うん、ちょっとキーボード買ってほしいから、うん、ちょっとさ、うん、これで買えるか分かんないけどさ。いやいやいや、札を出すなよ。いや、そこまで落ちぶれてもそんな一人やもらわ。うん、落ちぶれてもプライドだけはあるから。タバコさ、うん、これでやめてくれるなら。落ちぶれてももっと上流階級だよ。ダメだよ。これでも、いやいやいや、やめてくれよ。キーボードが買えるんだよ。そういうことじゃないんだよ。うん、金がないわけじゃないんだ。あ、そう、うん、分かった。そうね。じゃあまあ来週までになんとか手に入れてください、うん、ということで、青森よろしく。おやすみフィーちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。